皆さんこんにちは。今日はデスクツアーをしていこうと思います。前回のルームツアーの動画ではお見せしなかったんですけど、ようやく自分のデスクをお迎えしたので皆さんにお見せしていこうかなと思います。簡単に自分の動画編集の様子だったり、デスクでやっていることっていうのもお見せしていこうかなと思うので、参考になったら嬉しいです。まずデスクの全体はこんな感じです。デスクを設置してから1ヶ月くらいが経ちました。置いている場所は寝室のベッドの反対側になります。自分の家は冷暖房が効く部屋がこことお座敷しかないので、ここに置いて使っています。まず使っている椅子が国用のイングライフというものになります。国用といったら私は学校の椅子とか机のイメージが強いんですけど、こんな可愛いデスクチェアを販売されているんだなと初めて知りました。結構デスクチェアってメカメカしいイメージがあるんですけど、これは背板がすごい学校の椅子みたいな形をしているので可愛いなと思って気に入って使っています。私はこういうデザインのものを選んだんですけど、背板の素材だったり椅子の色だったり、あとは足の形なんかもカスタマイズできるようになっているので、いろんな組み合わせがあります。私いろいろ迷ったんですけど、自分の持ってるショールの色に合うものがいいなと思ってこの色を選びました。あと見た目だけではなくて座り心地もすごく面白いです。こんな感じでお尻の部分が360度動くようになっているんですね。この座面の下の部分が動くようになっていて、これがバランスボールに座っているような感覚を再現しているそうです。なので作業に集中したいときはこんな感じで前のめりに座ることもできますし、後ろに大きく寄りかかってリラックスすることもできます。あと座面が結構広めにできているのであぐらをかいちゃうこともできます。ワーキングチェアとしてももちろんいいんですけど、スタイリッシュな見た目とかなり姿勢の自由度が高いのでダイニングチェアとしても十分使えるんじゃないかなと思います。そしてデスクはこれも国用のスタンジェット W という電動昇降デスクになります。これも天板の色と足の色を選べるようになっていて、私は椅子の色に合わせてこの組み合わせにしました。天板のサイズも選べるので自分の部屋に合ったものを見つけることができるんじゃないかなと思います。昇降の仕方なんですが、手元のレバーを押すと押した方向にデスクが昇降するようになっていて、すごく感覚的で分かりやすくなっています。私は身長が158センチなんですが、一番低いところで66センチで、高いところで126センチまで伸びるので、私より身長がある人でも立っての作業ができると思います。あと高さを記憶させることもできるので、自分のちょうどいい高さに合わせておくと、レバーを2回押しただけでその位置まで自動で持っていってくれます。私昇降デスク初めて使ったんですが、姿勢がかなり悪い方なので立ったり座ったりっていう切り替えができるのがすごく楽で、結構気に入って使ってますね。あと昇降中は飲み物や食べ物もこぼれないので
安心して使うことができます。下はこんな感じで結構シンプルなので一人でも組み立てられるし、業者さんにお願いして組み立てることも可能です。デスク周りのものについてなんですが、使っている筆箱はこれも国用さんのものを使っています。ちょっと前までは小さい筆箱を使っていたんですが、デスクで作業するようになって、筆箱にもなってペン立てにもなるようなのが欲しいなということでこれを使ってみています。結構たくさん文具が入るんですけど、こんな感じですっぽり入るので気持ちよくて気に入っています。これは無印良品のアロマディフューザーです。これはディフューザーとしてというよりはデスクライトを持っていないので代わりに置いてみています。ディフューザーの隣にはガチャガチャでゲットしたお文具さんたちがいます。本当はプリンさんが欲しかったんですけど、5回回して5回ともお文具さんでした。あとの2人はトイレにいます。あとここに電源タップを置いていて、昇降デスクなので机の上で使うものは机上の電源タップに差し込んでいます。これは机に挟んで取り付けるタイプになっていて、横にスイッチがあるのでここでも電気のオンオフができるようになってます。使ってるガジェットは iPhone の12 mini とあとは HP のパソコンです。これは借りているものです。あと小さい本立てを置いていて、ここに普段使ってるノートとか、あとは借りている iPad もここに入れています。100均で iPad とかスマホのスタンドを買ってみたりもしたんですけど、スタンドに置いてしまうとちょっと閉鎖的だなと思ったので、今は本立てに置いています。あとこれは飲み物グッズですね。最近寒くなってきたので結構白湯を飲んだり、コーヒーとかカフェラテとか入れて飲んでいます。あと机の下には無印良品のティッシュケースに入れたティッシュをつけています。ティッシュの底に100均で買ったマジックテープを取り付けていて貼り付けています。結構ボックスティッシュは場所を取ってしまうのでここにつけてみました。最近はデスクに座って動画編集をする時間がものすごく増えました。今までは Adobe Premiere Rush というソフトを使ってたんですけど、最近プレミアプロに切り替えて編集をしています。わからないことが多いので今も検索をしながら編集をしています。プロを使っていて驚いたのが、字幕ファイルも書き出してくれるんですね。今まで自分でファイルを打ち込んでアップロードしていたので、もっと早くプロを使ってみていればよかったなと後悔しています。それから最近は YouTube のアイデアとか、あとタイトル概要欄に書くこと、サムネイルなんかをメモするためにミラーノートというのを使い始めました。これ付箋みたいにメモとかタスクとか貼れるのですごくおすすめです。あと最近はブログも始めました。ブログ始めてみたらって結構言われていたんですけど、精神的にも余裕がなくて、なんか面倒くさそうだなと思ってやってなかったんですけど、ふと9月くらいにやってみようかなっていう気になって
今はサーバーをレンタルしたりして、いろいろカスタマイズしたりブログを書いたりっていうことをしています。もしよかったら遊びに来てください。あとデスクではパソコン作業だけではなくて、ご飯を食べたりするのにも使っています。今まではキッチンのテーブルとか縁側でご飯を食べていたんですけど、もう最近は寒すぎて暖房の効いた部屋で食べたいなということでここを使ってます。結構 YouTube を見ながらとかプライムビデオを見ながらリラックスしていることも多くって、ワークスペースとしてもダイニングスペースとしてもこのデスクを使えるのは一人暮らしにとってすごくありがたいなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。私は一人暮らしを始めてから自分でデスクを持ったことがなくて、で今まではこたつ机を作業台としてずっと使ってきたんですけど、改めてちゃんとしたデスクとか椅子っていうのを使ってみたら、思っていた以上に動画編集とか新しく始めた趣味がはかどるようになりました。やっぱりお気に入りの家具が家にあるだけでかなり頻繁に座ったり使ったりするようになるんだなと改めて実感しています。で私は本当にデスクを自分で持つのが初めてなので、これからデスク周りのものを少しずつ充実させていきたいなと思っているので、またちょっと環境が変わったら皆さんにご紹介できたらなと思います。仕事だったり勉強をする環境を整えたいなという方や、何かいいデスクやチェアはないかなと探している方の参考になったら嬉しいです。ここまで見てくださってありがとうございました。